はい、チンポンチャンネル将棋実況を始めていきます。よろしくお願いします。将棋ウォーズやっていきます。お前が先手だ。対局開始。はい、当たりました。よろしくお願いします。適当っすよ。居飛車です。よくわかんないっす。どうなのこれ、なんかありそうじゃない。これちょっと考えていいですか。角先がガラス化なんですけど、なんだこれ、ハメ技はないっすかね。なんかちょっと待ってね、やってみようか。ふざけたけど、ね、はい、おりゃ、はい、ここでおりゃなんてやったらダメか。こんなのでもちょっと面白いからやってみますけど、負けるかもしれないですけど、いやーおりゃおりゃおりゃこれが打ちたかっただけなんですけど、いやダメだね。まあちょっと遊びでやってみます。あんまり得してないなこれね。ダメだな。まあちょっと楽しいじゃないですか。でもかく打たれて厳しいか。いや、角打ったりしちゃってるか。大丈夫ですかね。ビビビビ。3五角って打ってきたら5五飛車打てるんで、よくわかんないです、これは。もうこんなのやったことないです、当然。やばいなぁ、この将棋は。なんだかもわかんない将棋になりました。王手飛車だけちょっと注意しないとふざけたことになりますよ、これは。なんか欠陥がすごくありそうですね、僕の方に。よくわかんないです、本当に。よくわかんないです。取ってみますか。持ち駒が向こう大駒なんでね、まあ、ちょっと遊んでみますか。一緒に遊ぼうよみたいな。いやだね。おじさんと一緒に遊ぼうよ。危ないおじさんだね。さて、ここからやってみたはいいもんなんですけど、あんまり得してないんで、超よくわかんないっす。はい。もうなんか、銀鉄に超打ちたくなりますよね。まあ、角成りはもう、ここまでやっちゃったら無視ですね。はい。無視しときます。そうっすか。よくわかんないっすね。そうですか。こんな将棋指したことないよ。どうするんすかこれは。角を取って銀を取るっていう手もあるんですが、さて、まあ引いて
くないかな。強者取られちゃうか。まあいいっすわ。違った、全然読みと違う手刺された。はい、どうすればよろしいでしょうか。7分。こんなことしてたらダメか。5五歩って言ってる手なんですけど、ああ打ってくれた。桂馬を取りに来る手なんですよ。はい、もうね、本当はこれあんま良くないんだけどね。いいよ、もう5三歩とか5七歩成りしてくださいみたいな感じ。いや、開き直ってんな。めちゃめちゃな将棋ですね、これ。まあ、決していい将棋だとは思ってません。遊びなんで。どうすればいいんでしょうか。まあ、銀取ったな。こうやって。これで一手一手で決めていこうっていう感じですかね。こうやって攻めて近づけとくんですね。それは寄ってくるんじゃないか。これで一手一手詰めろかけていけば勝てると思います。これはちょっと得なんだな。いや、待った方がいいか。もう一回入るか、5五桂馬か、どっちかですな。ちゃんと読めてないんですね。ごめんなさい。いや、これでいいか。まあ、なんか小細工すると失敗するんで、僕の場合。普通にこれでいいと思います。した後ちゃんと読んでないんだけど、なんか感覚でっていうから、詰めろこれ、よくわかんない。え、詰まなくね。よくわかんなくなってきちゃった。待って、ちゃんと読むわ。あれ読めない、足りないね。足りないじゃんこれ。何やってんだろうね。普通に竜取られて、足りこれ。竜取ってくるわね。ここで
まあ4号だったらすごい楽勝なんですけど、そうですね、そっち来るんですよね。空間ね。でポイってやればなんかいける気がするな。積んでんのかなこれ、わかんねえ適当っす、ほんと適当なんで。次4三馬かな、同玉なら。なんかいい気がしますね。さて上手にやってきましたね。すまないよって言いたいんでしょうけど、すまないかもしれないですね。すまないのこれ、ちょっと待って、ちゃんと読めてないの。桂馬で詰むのこれ、桂馬打ちますよね一回。合駒させて、すんの？いや、引いたら銀打てばいいから、そうだな。打ち込むね？いや、ちょっと待ってね。ごめん、俺弱いね。ちょっとこういうところ弱いんで、よくわかんないっす。このとこちゃんと読めないのが、まあ、僕の弱さなんですよね。まあ、これは詰みますね。いや、なんか変な感じになりましたね。荒い将棋ですいませんでした。ご視聴していただいた方もね、みんなちょっとチャンネル登録してもらえれば嬉しいし、頑張れるんで。あ、間違えた、銀打てやがった。さっさと綺麗に済ましたんだけど、なんか嫌みったらしくなっちゃった。銀を取りゃ、しかし将棋ウォーズはまた見てね。